はい、よろしくお願いいたします。今、画面を共有いたします。はい。では、話させていただきたいと思います。CDK 使いが AWS Adapter for CDKTF で Terraform に入門した話というお話です。ちょっと飛びすぎたかな。アジェンダが、ちょっとサイズの問題であまりいけてないかな。どうしようかな。ちょっとすいません、一瞬。スライドのちょっと調整させてください。すいません。あ、はい、大丈夫ですよ。すいません、止めちゃいました。再開します。はい、では、まずアジェンダの紹介です。はい、まず AWS アダプターとか CDK とかそういった用語のおさらい、まあその周辺の事情のご紹介というところ。で、次はその実際にじゃあそのモジュールにトライしてみたというところ。で、実際触ってみて、今のプレビュー時点での現在地というところのお話の3本立てでお話できればなと思います。はい、自己紹介ですね。NTT テクノクロス株式会社というところに所属しております、渡辺良平と申します。役割としては、主に AWS 系の業務を務めてまして、アーキテクトとか、あるいはその社内の道場講師、インストラクターとか、あとはその CCOE 的な部署とかに所属しております。はい。AWS とか CDK っていうワードが最近すごく、ワードというか、技術分野がすごく好きで。はい。AWS のオールサティフィケーションエンジニアーズや、コミュニケーションビルダーっていうところに認定していただきたりとか、最近は CDK っていう、今回の発表する元の技術の OSS のコントリビュートなども、はい、始めております。前提としてですね、Terraform ユーザーっていうよりは、AWS のこの CDK っていう OSS のユーザー目線での話っていうところで、まあ、Terraform としてはちょっと初心者っていうところについてご了承いただければと思います。あとちょっと昨日に新しいバージョンが出ていたんですけれども、あくまで今回は AWS アダプター0.5.2時点でのお話とさせていただければと思います。というところで本題。CDK ファミリーっていうところ、CDK っていう用語を先から断りなくいっぱい使ってるんですけれども、もともとですね、AWS さんが2019年あたりにですね、CDK、クラウドデベロップメントキットという、OSS を公開しましたと。平たく言うと、プログラミング言語でクラウドリソースを定義するというところで、今まで YAML とか JSON とかで、あとはテラフォームですと HCL とかで表現していたものをタイプスクリプトとか Python とか Go 言語とかで表現するっていう、まあ、世界観というところですね。まあ、そういった、主な一連のムーブメントというか、はい、ところがこのクラウドデベロップメントキット CDK という流れになっています。で、まあ、上の AWS CDK っていうのは基本的に AWS に閉じた話なんですけれども、最近はちょっとこの流れが広がってまして、 CDK for Terraform っていうところ、つまりそのテラフォームのコードっていうんですかね。JSON、HCL をこのタイプスクリプトとかで書く技術っていうところが、まあ、2020年の7月にアルファリリースされました。CDK8S みたいなところも、はい、Kubernetes のマニフェストをプログラミング言語で書くという技術として、はい、2020年5月にベータリリースされましたと。で、まあ、こちらもですね、この去年から今年にかけて次々に GA してきて、いよいよアリアダプターの方だけが触っていたものからマジョリティにより提供されてきてるんじゃないかなと思ってます。テラフォームさんのところもですね、CDKTF っていうところもですね、今月の8月にちょうど GA となりました。おめでとうございます。はい。私とインフラストラクチャーアザーコードっていうところで、基本的にですね、自己紹介でもお伝えした通り、AWS 主体の案件が多くてですね、クラウドフォーメーションがちょっと大半でしたと。で、テラフォームが気になるけれども、なかなか踏み出せないなーっていう気持ちの中で、なぜか AWS CDK というところにはまってしまうっていうところがあって、はい。案件使えるところから、案件の中で使える部分から、随時クラウドフォーメーションを置き換えていったりとか、登壇による、まあ、事例共有とかっていうのをいろいろさせていただいているっていうところですね。そんな中ですね、CDKTF っていうところも、だいぶもう GA になってきたっていうところで、もしかしてこれを覚えれば、さまざまな IAC ツールを使いこなせるんじゃないかっていう、ちょっと期待感が湧いてきております。ちなみにおさらいといいますか、クラウドフォーメーションを CDK、その AWS の純正のインフラストラクチャーザーコードを、まあ、よりその CDK っていう、まあ、純正なプログラミングのコードに、まあ、移行するモチベーション、代表的なものを3つほど挙げさせていただきました。はい。
1個目がですね、手続き型言語の表現力ということで、やっぱりあの型システムとかですね、まあ、繰り返し文とか配列、動的な配列とか、そういった、まあ、要はそのプログラムで書くなら当たり前にできることみたいなところを、まあ、プログラムなのでもちろんスッとできるっていうのがやっぱりメリットかなと。まあ、動的なロジックは YAML の組み込みの機能とかですね、で無理にやるっていうよりも、まあ、プログラミング言語で動的なロジックを組んで、で、まあ、そこからダンプされた静的な情報っていうところは、まあ、生成したクラウドフォーメーションテンプレートと分離できるっていうところはメリットかなと思っております。はい。まあ、使い慣れた言語でね、エコシステムっていうところで、まあ、ID サポート、まあ、その保管がバシバシ効くっていうのはやっぱり嬉しいっていうところ。あと、アプリケーションとかスクリプト開発の時に、こっちはプログラム、こっちは JSON YAML っていうふうに、ちょっと頭の使い方を変えるのが結構ややこしかったりするんですけども、そのスイッチングコストも軽減できるっていうのもメリットかなと思ってます。はい、3つ目がリソース定義の抽象化っていうところで、すべて今までのクラウドフォーメーションのように、その必要な設定を全部書いていくっていうよりは、まあ、必要なよくある設定はデフォルト値として、この CDK の中に組み込まれているので、必要な設定だけを記述するという、まあ、L2 コンストラクトという、ちょっと抽象度の高いリソースを使えるっていうところが一つ嬉しいなと思っております。代表例としてはですね、VPC とか EKS のサービスを結構その1行、2行とかショートハンドで書けるっていうのを嬉しいところだったりします。はい。というところで、じゃあ CDKTF っていうところになってくるんですけれども、じゃあ Terraform の今の HCL を CDK 化するメリットってなんちゃやっていうところで、まあ、私初心者なのでちょっとあんまり知ったかぶってるところはあるんですけれども、はい。手続き型言語の表現力っていうところですね。まあ、これはただ HCL が結構カバーしてくれているところがあると思ってて、まあ、使い慣れてるならそこまでまあバリューにはならないかなと思ってます。はい。使い慣れた言語でのエコシステムの活用っていうところで、まあ、フォーマッターとかリンターとかはすでにですね、もうハッシュコープさんのところで用意されているようなので、まあ、IDE の保管とかをどこまでバシバシ効かせたいかっていうところが、まあ、ここ2番はメリットと捉えるか、そうじゃない、別になくてもいいかなと捉えるかっていう、まあ、そこ次第かなと思ってます。で、3つ目のですね、抽象化っていうところ、ここはですね、はい。まあ、もしあるのであれば、メリットとして出せるんじゃないかなと思っていて、CDKTF だとですね、まあ、L1 コンストラクトっていう、まあ、その実際の API で叩くのと同じレベルの、まあ、ローレベルの設定なんですけれども、まあ、もし CDK の L2、L3、CDK、CDKs の Ks プラスっていうのがあって、それも、まあ、抽象度高く書けるんですけど、まあ、それ相当があれば、この CDKTF を使うモチベーションになるんじゃないかなと思ったところにですね、この AWS アダプターというところがあるらしいというところで今回試してみましたっていうのが、まあ、ここまで、はい、1個、前段の説明になります。はい。というところで、じゃあ実際に使ってみようというところですね。はい。これは公式サイトのところで、はい、AWS アダプター。CDKTF から AWS CDK コンストラクトを扱うためのモジュールっていうところですね。はい。まあ、この注意すべき点としては、さっきのページにもちょっと置き換えてありましたが、今はテクニカルプレビューのステータスなので、まあ、GA されてないっていうところはある程度割り切ってというか、まあ、理解して使う必要があるというところですね。あと、結構その CDK って4種類、5種類、Go 言語とか Java とかでも書けるんですけれども、今回は TypeScript のみの対応となっているようです。はい。で、もう一つですね、このプログラミング言語で書いたものはですね、実際のテラフォームでも使えるテンプレートにダンプできるんですけれども、生成されるテンプレートは HCL ではなくてですね、JSON 形式っていうところがあります。はい。なので、ちょっと、このセッションの紹介文で書いた内容はちょっと微妙に嘘になってしまいました。失礼しました。はい。ちょっとこちらについてはお詫びさせていただければと思います。でですね、まあ、Terraform から AWS を使うときは AWS プロバイダーを使うんですけれども、CDKTF で使う場合、ちょっとまた CDKTF もあまり利用者さんがそこまで多くなさそうなので、ちょっとここまでおさらいというところですね。混乱しないようにというところ。AWS に接続するためにはですね、CDKTF は Terraform CDK AWS プロバイダーというモジュールを使います。はい。インポートしてきた AWS プロバイダーで、リージョンを指定して入力すればそのまま使えます。はい。AWS アダプターはですね、この CDKTF スラッシュ AWS CDK というモジュールから、プロバイダーとアダプターというところ、まあ、この2つを、まあ、インポートしていきますと。で、上と同じように、プロバイダーをそのまま定義した後に、まあ、あとはそのアダプターも改めて定義して、まあ、以降のコンストラクトにこのアダプターを指定していくという流れになります。なんで、まあ、1行目、2行目、まあ、1行目は違うんですけども、2行目は同じに見えるのは、
まあ、AWS アダプターのプロバイダークラスっていうところが、もうプロバイダー AWS の中身をそのまま組み込んでいるように見えるので、はい、そこはまあ同等ですというところが、はい、特徴としてありそうです。はい、いかがでしたかと書いて、本当に説明しただけなので、まあ、例えば CDK ユーザーにはですね、既存のものを使えるって聞くと、おーってわかるんですけれども、Terraform ユーザーさんとかですね、CDKTF ユーザーさんにはまあ正直わからないのではというところがあります。はい、サンプル紹介。はい、CDKTF で表現したいリソースというところで、VPC3AZ のリソース、VPC とかサブネットとか、ナットゲートウェイとか、まあ、細かなリソースってありますと。はい。このようにですね、まず、まあ、必要なモジュールを上4行でインポートしてきまして、で、下で Terraform スタックからクラスを作ります。で、あとはその上で説明したように、プロバイダー、アダプターというところを初期化した上で、この EC2VPC という設定を入れて、あとで引数に MaxAZ っていうところで、まあ、3個って入れるだけで、上のこのようなサンタジオの VPC を作ることができます。はい。まあ、これはもう、その元々の CDK の、まあ、メリットの大きな一つとして VPC の抽象度をかなり高く使えるというところがあるので、まあ、これでもデフォルトでその AWS の比較的標準的な、まあ、ベストプラクティスに近い構成を最初から作ることができます。もちろん細かな設定 VPC フローログとかは別途必要になるので、まあ、今回はあくまでデモ用というところで短い設定になっております。CDK でもですね、まあ、書き方はあるんですけれども、まあ、上の持ってくるモジュールと、その使い方、モジュールの使い方、まあ、このおまじないというんですかね、テラフォームスタックから作るか、普通のスタックから作るかっていう、まあ、それぐらいの違いですので、実際そのアダプターとか、そのイニシャルの処理が走った後は EC2VPC という、まあ、このコンストラクトを使うだけという、まあ、なのでほとんど同じ使用感で利用できるというメリットがあります。ですね。なので CDK ユーザー的にはですね、ほぼ互換性がかなり高い仕組みで、ほぼ学習ゼロでテラフォームの仕組みを扱えるっていうところがすごいというところですね。何が嬉しいかというと、テラフォームユーザーさん的にもマルチクラウド運用をそのままメリットを活かしながらですね、AWS さんの本家の抽象的なリソースっていうのも扱える、まあ、つまりもうその範囲の広さと AWS の深さもどっちも使えるっていうところがすごいメリットというところですね。もう素晴らしいソリューションでしたと。はい、でちょっとここまで動作させるまで、ほとんどチュートリアルに近い内容で止まってしまったんですけれども、それがなんでかっていうところで、ちょっと動作させるまでにいろいろハマりどころがあったんで、まあ、今の時点での制約っていう、まあ、前提のものをちょっとお話しさせていただければと思います。はい、ケース A というところで、はい、じゃあ上のサンプルにちょっと、まあ、例えば適切かを置いといて、IAM ユーザーを3つ足したいっていう場合、まあ、こうやってループを書いて、IAM ユーザーを3つ定義する。とですね、実行時にエラーが出ましたと。アンサポーテッドリソースっていうところですね。で、エラーメッセージの中身を読んでいくと、ちょっと上は後ほどお話ししまして、下がですね、クラウドコントロール API が対応してませんって書いてますと。はい。クラウドコントロール API っていうのは、AWS が提供しているサードパーティーから の接続口 API となっておりますが、でこれはですね、中のコードとか、その API の仕様を読んでいくとですね、この AWS IAM ユーザーが、なんと、このインターフェースでは未対応ということが分かりました。はい。このクラウドコントロール API 経由で CDKTF は基本的にリソース作っている、アダプターは、失礼しました。アダプターは作っているので、そこが対応していない場合っていうところが一個ちょっと、未対応となってますと。で、これはもう AWS 側の API の都合上なので、アップデート待つしかないので、基本的にこの1のカスタムマッピングレジスターズという対応をする必要があります。はい。マニュアルマッピングというところで、この手動マッピング機能で、これでクラウドフォーメーションとテラフォームプロバイダーのスキーマを対応づける設定値を書くというところですね。今回間に合わなかったので、公式のサンプルをそのまま引いてしまったんですけど、これはDynamoDB のテーブルを作るという定義ですね。それをテラフォームのプロバイダーとクラウドフォーメーションのそれぞれのプロパティを紐付けるという設定を、はい、記載している記述になっております。まあ、メリットとしてはですね、AWS CDK のように、まあ、L2 コンストラクトっていうこの抽象的なリソースが対応してない場合もあるんですけど、まあ、ユーザー側でカスタマイズできる、まあ、自分のある程度そのやりたいように定義できるっていうのはメリットかなとも思いつつ、まあ、ちょっとマッピングの分 CDK をデフォルトで使うよりは、まずプロパティを合わせるっていう、このマッピング設定を入れるっていうのは、まあ、若干ちょっと大変かなっていうのは感じましたね。なんでこの辺は、はい、CDK の使用感よりは若干、まず1個、このマニュアルマッピングをするというのが必要というところが把握できました。
2つ目。ちょっと映ったかな。はい、2つ目。ああ、ちょっとすみません。スライド一部欠けてしまいましたので、後でちょっとその共有する版ではきちんと書いておりますが、開発中特有の課題というところでですね、チュートリアルに習ってラムダを作るとですね、エラーパーシングスキーマ JSON というエラーが出ますと。ちょっとこれがおそらく、テラフォームからクラウドフォーメーションへのスキーマ変換が何らかの理由でちょっと失敗していたのかなと思います。これは私の操作ミスかもしれないですし、ちょっとその今のバージョンと CDKTF のバージョンがちょっとうまく整合できてないとか、まあ、ちょっとそういったあの課題がありそうだというところで、まあ、これはちょっとデベロッパープレビュー時点での、はい、あの今一時的なものかなと思います。あと2個目ですね。ちょっと図がちっちゃいので、はい。ちょっと補足すると、イベントブリッジを作ります。で、AWS の SQS の Q を作ります。で、イベントブリッジのターゲットに SQS を持っていくっていう設定なんですけれども、その、あるリソースから他のリソースに連携する、アクセスコントロールを設定するみたいな設定を入れるとですね、軒並み失敗するっていうところが、はい、判明しました。で、これがですね、AWS 側のまたちょっとそのクラウドコントロール API の影響なんですけれども、その、Q で、その通信を受ける側の Q でアクセス制御を行う Q ポリシーっていうのがですね、このクラウドコントロール API の対象外ってことが分かりました。なので各リソースを点で作ることができるんですけど、それをちょっと結びつける設定のリソース、そのグルーとなるリソースが、はい、まだ見たいよっていうところ結構ありそうなので、そこがハマりどころかなと感じております。はい。あと、ちょっと CDK の感覚で私が使っていたせいもあるんですけれども、TF ステートが結構よく壊れてしまったので、ちょっとその CDK ユーザー的になんか、まあ、私、なんか結構検証でメインで使ってたので、はい、割となんかドラスティックに変えてしまうと、乱暴に変えた結果、そのステータスが壊れてしまうみたいなところがあったんです。そこはやっぱ使い方気をつけようというところですね。これはアダプターというよりはテラフォームのお作法の話なので、はい、頑張りますというところです。まあ、基地の課題はありますが、公式のうちなので飛ばします。はい。まとめです。まとめ、AWS アダプターは CDK の感覚でテラフォームを扱えるプロダクトですね。マルチクラウドと AWS 最適化のいいとこ取り。で、まあ、使ってみた以上で今扱うには、このマニュアルマッピングっていうところ、あるいはちょっと対応してないところは CDKTF の純正機能で書くっていうところ。なので、まあ、具体的に言うと AWS の CDK サンプルをそのまま書き換えるっていうのが今のところまだ難しそうかなと感じてます。それは単に未開発っていうだけではなくて、対抗側の API の制約もあるっていうところに注意しましょう。はい。まあ、もう待ちきれないし、もういっぱいたくさん使っていきたいよっていう方はですね、コントリビュートも受け付けてるようですので、AWS アダプターみんなで盛り上げていきましょうというところを結びに変えさせていただければと思います。ありがとうございました。